いつまでもお前の後を追ってばかりだと思うなよ。俺の新技の完成度もようやく上がってきたし、それぞれ磨いてきた技を試す最後の場となるだろう。それでどうするの？クリリン、オラとやんねえか？はあ、いいぞ。俺も新技を試すなら楽しみだな。差が離れていくように思えるぜ。まずはカカロットがいるか。ジャックはスピリアッツ。弱虫ラディッツに勝ったからっていい気になるんじゃねえぞ。そいつはどうだ。動けないサイヤ人など必要ない。なんで仲間を殺したんだ。下級戦士一人すら始末できんやつなど俺の部下には必要ない。ほら、どうにもおめえのことが気に食わねえみてえだ。どうやら貴様もサイヤ人失格のようだな。おお、貴様ナメック星人。ナメック星人。ナメック星人は魔法使いのようなことができるやつもいると聞いたことがあるが、そうか、ドラゴンボールとかいうのを作ったのもさては貴様だな。さあどうだろうね。そいつはどうだ。
球戦士のカカロットがサイヤ人の王子である俺に傷を。どうだカカロット、これで貴様はもう終わりだ。どうなってやんだ、おざる、おざる化け物。ご飯で飛び出したら手こずったというのに、よりにもよってこいつが大ざるになるとは。今のか分かった、じいちゃん踏みつぶして殺したもん。妖怪城に現れた化け物チューンも、オラだったんだ。いいことを教えてやろうか。大ざるになったサイヤ人は戦闘力が人間の時の10倍にもなるのだ。まさかここまで強くなるとはよ。諦める、俺たち3人で奴に太陽拳を当てるんだ。太陽拳！わーめ！当たれ！拳山！やつにありったけの木をぶつけてやれ。くそったれ、逃がさない。やチャオズの金縛りが効くくらいに弱っている。やった、勝った、俺たちの力で奴をやっつけたんだ。もうオラにゃほとんど力残ってねえや。この程度のことでだらしがないやつだ。サイヤ人が。大丈夫だご飯、あいつはもう。とんでもねえやつだったけど、墓ぐらい作ってやるかな。貴様らの墓をかの。ナメック星人、まだそんなことをする力が。今だピッコロ、魔漢光殺法。子供に手を出すな。クリリ、すまねえが、そいつを言い返してやってくれ。
悟空はドラゴンボールで生き返る。そして今度は絶対にお前に勝つんだ。ジータ、まさかこんなすぐに来るとは思わなかったぞ。カカロット、貴様が生き返っているということはドラゴンボールの力はどうやら本物。いいか貴様ら、今すぐドラゴンボールで俺を不老不死にしろ。いいか、よく聞けよ。そのドラゴンボールとやらをこの宇宙を支配しているフリーザが狙っている。貴様らごときではフリーザに抵抗することすらできん。それほどにフリーザの力は強大だ。だが俺が不老不死になればフリーザにも勝てる。貴様らは黙って俺にドラゴンボールを差し出せばいい。ふざけるな。悟空を殺したお前にドラゴンボールを使わせるわけがないじゃないか。それにベジータや悟空よりも強い奴がいるなんて信じられないな。ベジータ、どちらにしてもドラゴンボールをおめえに渡すわけにはいかねえ。地球はオーラたちの手で守る。ふん、なら力ずくで奪うまでだ。みんな、ここはオーラ一人に任せてくれねえか。ああ、わかった。頼むぞ、悟空。ベジータ、おめえこの目よりもさらに強くなってやがんな。当然だ。サイヤ人は死から立ち直るたびに戦闘力をどんどんと高めることができる。貴様らと戦っていた時の俺だと思うな。だがそれはオラも同じだ。おめえだけじゃなくオラも強くなってんぞ。小酒、条件が同じならサイヤ人の王子であるこの俺の方が強くなっているに決まっている。どうなってやがる、このカカロットの強さ。ここまで俺との差が縮まっているとは。カカロット、貴様俺と共闘しフリーザを倒さないか。共闘？フリーザが地球に来るまでにはおそらくまだ時間がある。その間に俺たち二人で修行すればフリーザを倒せるかもしれん。待て、フリーザというやつが地球を狙っているならなぜお前が先に地球についているんだ。フリーザは大型の宇宙船を使っていて遅れている。俺はやつらが使えないルートで地球へ来ただけだ。それが本当なんて証拠どこにも。みんな、ベジータは多分本当のことを言っている。ベジータはサイヤ人の誇りってやつを持っている。自分よりも強いやつがいるなんて嘘を言えるはずがねえ。そんな嘘をつくくらいなら力ずくで奪うことに断るはずだ。じゃあ本当に悟空やベジータよりも強いやつが地球を狙って。どうやら本当に手を組むしかないみたいだな。
さあ、次はドイツが相手だ。キュイを倒したぐらいで調子に乗るんじゃねえぞ、ベジータ。ようやく出てきたか、ドドリアさんにザーボンさんよ。愚かなやつだ、ベジ。当たり前だ、地球人を当てになどしていない。待てよ、そういえば地球に逃れたサイヤ人の生き残りがいたと。オラがその地球育ちのサイヤ人らしいぜ。まさかベジータとトト。ベジータと一緒に殺してやるぜ。私も加勢しよう。サイヤ人がここまでの力を。一旦フリーザ様に報告せねば。そうはさせるか。